はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今もう朝ですかね。今代表戦が終わりました。やはり不吉な試合でしたね。まあとにかく、一言で言うともったいないなっていう感じですね。まあやはり前半から大迫がやはりこう1対1の場面で決めきれなかったところと、まあやはりこう相手ももちろんやはりねレベルが高いので、中盤あたりとかのね、まあ、制することがなかなか難しかったというのが一つ前半のポイントかなというふうに思います。で、まあ後半になって、まあ相手の7番のねアルファラジがやはりこうしっかりと中盤をうまく構成しながら、まあ、展開をしてきた中で、で、まあ、遠藤、柴崎、まあ、特に柴崎のところが、後半立ち上がり、ね、10分ぐらいで、やっぱりすごくミスが多くなってきていて、疲れが相当出てきている中で、まあ、ちょっと、バックパス、ミスパスから失点ということで、まあ、一番やってはもちろんね、いけない、致命的なパスだったなとは思いますけども、まあ、ただその前に、まあ、後半入ってすぐぐらいに、やはり、こう、ミスが、立て続けにこう2つ3つ続いて、で中盤でやはりこうセカンドボールが拾えなくなってきた段階で、ちょっと帰ってもよかったかなという気がしますけどね。まあちょっと監督の交代のタイミングとかっていうのは、まあ今回ちょっと遅かったなっていうような気もします。まあただまあ柴崎をね使いながら、まあ監督の意図はあったんでしょうから、あれですけども、まあ、なかなかうまくいかなかったな、というふうに思いますね。まあ、これがやっぱりワールドカップ予選でしょうね。まあ、アウェーの中でやりながら、私も話しましたけど、湿度もやっぱり高いし、非常にね、まあ、選手のやっぱり状況を見ると、きつそうだなっていう印象はありましたよね。で、まあ、ただ、対するサウジアラビアは、やはり、こう、すごく、身体能力ももちろんそうですけどもね、やはりこう、一歩の、やっぱり、こう、足の長さだったりとか、リズム、まあ、この辺がやっぱりすごく違うなっていうね、やはり印象が受けましたし、まあ、ただ今回の試合に関しては、まあ、引き分けでも良かったんですけどもね、まあ、でもなかなか、そこはうまくいかなかったというのは、ちょっと残念ですね。まあこれで2敗ということで非常に厳しい状況になりましたけども、まあ次のオーストラリア戦ですよね。ここでやっぱり勝ち点を3を必ず取らないと厳しいですからね。だからまあちょっと残念ですね。もう眠くなるかなと思いましたけども、もうなんかこうパッチリ目が覚めてしまいまして、まあ、もうちょっとね、こう、チームが一つになって、ぜひね、次に向けて、まあ、切り替えて頑張るしかないですね。はい。まあ、ちょっと緊急動画ということで、今回、喋らせてもらいました。で、まあ、詳しくね、いろんなことを話していきたいんですけども、まあ、なかなかね、まあ、時間も時間なんですけども、まあ、ただやはりこう、前半、やっぱり立ち上がりから、まあ相手ペース、サウジアラビアペースで、やはりこうボールを主導権を握られて、まあそこに対して少し受ける形になりましたけども、やっぱうまくいかなかったのが、やはりこう、プレッシャーの罠ですよね。どこでボールを奪いに行くのかっていうのが、ちょっとこのチーム、なんかあまりこう見えにくいなという印象がすごくあって、で、一人一人は追ってるんですけども、でも取りどころはやっぱりちょっとしっかり明確ではないというのが一つ、弱点でもあるのかなっていう気がします。まあそして、まあセカンドボールですよね。やっぱりセカンドボールに対しての、まあ遠藤が抜群にいい時はほぼ奪えるんですけども、なかなかそうではない時に遠藤柴崎のところで、なかなかボールが奪えない。そして鎌田がトップ下をやりましたけども、まあなかなかこう間で受けられないし、まあゲーム感がちょっとね少しないかなって気もしますね。まあなので、やはりこう、あのあたりがもう少し、鎌田のところで降りてきてボールが収まると、そしたら大阪ももうちょっと生きるんですけども、なかなかやっぱりそこまでいかないなっていう印象ですね。で、今回南野が、
出ましたけども、まあやっぱり彼ももっと誘導的にね、多分いろんな、もう右サイド行ったり、真ん中行ったりといろいろなことをしたいんですけども、ちょっとやっぱりその辺の連携とか動きの質という部分に関しては、なかなかうまくいってないなという印象です。で、あと、まあ、一つ、まあ、交代とかいろいろありますけども、まあ、古橋はやっぱり左サイドで使うというのは、僕は、まあ、前回から言ってるんですけども、ちょっと彼はやっぱり生きないなっていう感じがあります。ね、なので、もうちょっとこう、誘導的にね、中に入れさせたりとか、いろんなことができると、また彼の良さが出るのかなっていう気もしますけどもね。まあ、ちょっとそこが問題かなという形です。あと、まあ、今回はね、本当に、まあ、プロですからね、仕方がないですけども、柴崎選手、まあ、彼のやっぱりこう、パスミスで、まあ、失点をしてしまって、まあ、敗退したというようなのはもう否めないので、まあ、こういったところは、まあ、彼本人が一番ね、悔しいでしょうし、まあ、ただやはりこう、遠藤柴崎というね、この二枚看板はいい時はすごくいいですし、ただ、まあ、あまりこう、前節からちょっと良くなかった部分なので、まあ、田中碧選手とか、まあ、オリンピックでもね、しっかり遠藤選手と組んでやってますし、非常にね、いいプレーもしてたので、このあたりもね、思い切ってちょっと采配を次回変えてもいいんじゃないかなという気がします。で、まあ、なので、まあ、次のね、オーストラリア戦に向けて、ぜひ、もう一度ね、リフレッシュしながら、体を今度調整してね、今度は勝ち点3ですから、絶対。勝ち点3が必要になるので、まあ、期待して、私たちも応援したいと思います。それでは、皆さん。